んこんにちは、マーティンです。今日は私の愛はラブアバンティの紹介をしたいと思います。ラブアバンティとの出会いは他の持ち馬とはまた違った出会い方でしたので、そのあたりも少し触れながらお伝えできればと思います。それでは本編へ行ってみましょう。ラブアバンティとの出会いは2019年庭先取引での購入でした。ラブアバンティはメス6歳、影2016年5月16日生まれの女の子です。父当選誉れ星、母ミラクルセーリング、母父富士奇跡です。ラブアバンティは2歳いっぱいまで調教もせずに放牧されていました。ですので人に慣れてないおてんば娘でした。そして調教後、最初のデビューは2019年8月、デビューは6着でした。しかし10月3戦目にて2着という優勝を果たしました。そしてその次のレース後、なんと骨折が判明し、その後8ヶ月も休養しておりました。そして休養後の4戦目にて、なんと1着を取ることができました。ラブちゃん本当におめでとう。よかったね、お疲れ様でした。そしてそれから3連勝することができました。パチパチパチ、本当にラブちゃんよく頑張りましたね。本当さすがです。なんとね、休養から帰ってきた後、ラブちゃんはとてもいい子に、またとても走る子に変わってたんですね。その後3戦目にまた1勝、またその後4戦目に1勝、その1勝がなんと立花先生、立花厩舎の200勝を飾ることができました。立花先生おめでとうございました。ラブおめでとう。いやー、ありがとうございます。ラブ、よく頑張った。ほんとラブちゃん頑張りましたね。その後勝ちはありませんが、 C2 クラスで今年も頑張っております。ラブアバンティは勝利の写真など凛として写真写りが上手で、すごく頑張り屋さんです。ラブちゃん勝利を勝ち取れ、頑張れ。おてんば娘のラブちゃんが今後活躍してくれることを祈って、皆さん応援よろしくお願いいたします。それではマーティでした。 See you!